ダイワフィールドテスターの小中貴博です。今回新しく発売になりますティエラ LJIC、 ソルティガ IC 譲りの滑らかな巻き心地と高いドラグ性能を備えたリールになります。ソルティガ IC と同じドラグ力10キロかけることができます。糸巻き量なんですけど、P2 号が300入るスペックを誇ってます。従来のリールよりも滑らかなドラグを実現しています。従来の機械式の構造、クリックの時に摩擦が生じてました。その摩擦を軽減するため、なくすために今回は電子ドラグサウンドを搭載しました。魚がかかって走った時にスプールの回転を検知して音を出してくれる機能です。音の種類なんですけど、音は3種類から選ぶことができます。こちらのリールにも75ミリと85ミリ2種類から選べる長さのリールのハンドルが付いています。今回このメカニカルブレーキなんですけど、小さい動きで大きな可動範囲を取れるクイックタイプを搭載しています。明石でこちらティエラ LJIC 使用させてもらいました。潮の速いエリアでしっかり魚を寄せてくる滑らかな巻き心地と強いドラグ力で魚をグイ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 こう寄せてくることができました。この性能を皆さんもぜひ店頭で撮って体感してみてください。